スクエアエニックスチャンネル。はい、1週間ぶりのご無沙汰でございます。安本博己です。ここ最近安本にあった出来事、引っ越しある方片付きました。でもですね、まあいろいろ学園祭によ行ったりですね、あとは、まあ、某光栄テクモさんがやってるゲームの、 あの乙女ゲームの遥かなる時の中でっていうゲームのイベントに行きましたね。いわゆるネオロマンスというやつですね。あれがあれですよ、震災の振り返りだったんですよ。それで、そう、3月に本来やるやつが震災の翌日にあって、それが、まあ、中止というか延期になってのをやっとこさ今度できるってことになって、本当は僕3月の段階だと土曜日1日しか出ないはずだったんですけど、もしそこでもし土曜日に見に来ようと思った方が今回は日曜日しか行けないってパターンもあり得るなと。でそういう人たちになんとか自分を 見に来てくださる方がいるんであればちょっとでも見せれればいいなと思ったんで、今回4回でも全部出ますって自分であのオファーを受けたんですが、一人でも多くの方に見ていただこうと思って。ただその間に僕はお台場の某テレビ局で日曜日の朝ニュースを読んでるんですね、毎週毎週。はい、それで、1回横浜でイベントをやりの、仮眠を取れるか取れないかぐらいの時間に全部が終わって、それでまあすぐにお台場に行って読んで帰ってきてすぐリハっていう状態だったんですね。でなかなか、まあぶっちゃけでも体力的にはもうだいぶやっつけられたんですけど、まあね、やっぱお客さんの顔が直接見えてリアクションが見えるっていうのは逆になんつうんでしょうね、元気になるもんですね。それはそれですぐありがたいなと思ったり、まあ、そこでの人皆さんの顔を見てなんか震災なんかには負けやしねえぞこんちくしょうと思ったんで、みんなで頑張っていこうじゃないかっていう、ほんとそんな素敵な気持ちで終わるいいイベントでございましたっていうのをやったりしてました、最近。オスオラ安本。さあ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 、スクエアエニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組、スクエアエニックスチャンネル、略してスクエニちゃん。おーっ、よっしゃ、現在まずは今回のメニューをご紹介しましょう。今回は、またまた FF 零式を特集します。なんと先日の配信分でも話が出ましたが、 FF 零式がコミカライズされるそうですよと。でもってその担当編集をゲストに迎えて、裏の裏、もう裏とか好きでしょみんなね、いいよね裏ね、裏の裏まで聞いていきたいと思います。話せる範囲で話していただきます。話せないところまで行っちゃったらピー音入れます。できればリスナーのみんなのためにプレゼントとかも、そうだこれだってあれだもんね、スポンサーがスクエアエニックスなわけですから、スポンサーさんから来るわけだから、脅しはなんかプレゼント取れんじゃねえかっていうことで、ちょっとクライアントに噛みついてみたいと思います。なんとかプレゼントを分取れたら皆さんにねプレゼントしたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください。俺やるぜ。そしてもちろん零式、ここでしか聞けないキャラボイスコーナーもあります。今回が最終回、全部で5人分を1曲公開。あの人のファンもこの人のファンも他では絶対に聞かないお宝ボイスをチェックしてくださいねと。いい塩梅で零式で今日はまとめていこうじゃないかとね。もう発売されまして、俺の周りはもちろんね声業界ですけどみんなやってますね。結構だからモンハンってすごい玉数売れて、もう名刺代わりぐらいの勢いでみんなやっててやるやるみたいな感じだったんですけど、同じような雰囲気が若干あって、まあちょっと悪いやつもいたもんで、某人気声優のほにゃららくんがこれやってると女の子とゲームできそうだから俺もやってみますっつって買ってました。名前は言いませんが、零式に出てるやつですがそういうこと言ったりしてました。でもそういうのでもいいんです、きっかけなんて何でもいいです。あと実際までゲームは人とやると面白いんでね、皆さんそちらもやってみてください。そんな感じで今回のスクエアエニックスチャンネル、最後までよろしく。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りします。スクエアエニックスチャンネル。マンモス都市東京というけれどマンモスはいないのだ。元祖天才バコボン第1回目より安本博己がお届けしているスクエニちゃん。今回の日替わりアシスタントはこの方ですよ。はい、有川千里と申します。華麗にスルーしていきますそして今回の特集はこちらです。有川さん叫んでください。はい、あのファイナルファンタジー零式がコミカライズされちゃうらしい。ということでゲストはスクエアエニックスの、柏さんです。どうもこんにちは、こんばんは。どちらもいいですよ。ガンガン編集部の柏です。よろしくお願いします。はい、もう爆笑トークでおなじみの柏さんですよ。どこでそんな話を。トークの方もガンガン行きますんで俺みたいな感じですよ。いやなるほど、ガンガン行きます。柏さんね、本当腕時計ロレックスですけどねしてないですけどねすいません。さあ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 、ガンガンの方で
はい、なんとファイナルファンタジー零式コミカライズ、はい、スタートします。どんな感じに仕上がっていきそうですか。まずもう上がってる感じですか。そうですね、うん、上がっております。どんなテンションで、これだって明日出るんで、これのアップされた日の翌日発売、ね、そうですね、はい、ってことは僕らはまだ当然ね、これちょっと前に若干前に収録してますんで、読めないわけですが、はい、どんな仕上がりになりそうですか。僕らはオンエアの翌日に本屋に走るだけなんですけど、うん、いやめちゃくちゃかっこいいですね。もっと具体的に、そうですね、まあ、まずあの、はい、アクションがね結構重要な、そうですね、アクションゲームですかね。そうなんですよ。なのでそこのところがかっこよく描ける人が描いてくれてるんで、動きが出てる。そうですね、かっこいいです。でこれはだから11月11日発売の少年ガンガン、12月号から連載開始。おいきなり表紙と関東カラー。そうですね、表紙と関東カラーで、今日はですねちょっと、はい、あのそこだけはもう上がっていたので、はいはいはい、あのちょっと持ってきました。マジですか。おー、はい、よいしょ、どうぞ。こちらのイラストが、はい、表紙のイラストですね。これはもう言っちゃっていいですよね。言っちゃって大丈夫です。エースですね。エースです。なるほど。こちらじゃ俺触れない方がいいですね。どうしてですか。クイーンの話題だけは触れずにいきたい。どうしても腰水がちらついてしまうんで。そうですね。今日ね、朝現場で会いましたけどね。なるほど。はい、いいな、相変わらず痩せ細ってましたよ。いいな。棒のようでした。いやいや。朝から隣のスタジオにカジもいたな。カジのお尻を触りましたみんな。なるほど。そうですね。おいちょっとカジのケツ叩こうぜ。なぜかみんなでカジのお尻を触ってました。老若男女問わずでみんなでカジのお尻を触ってました。そしてこちらが扉のイラストですね。はい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 、見開きということですか。そうですね。扉の開きになっております。見開きカラー。はい。これはでも当然まあもう何キャラかもここ、まあもううね、漫画内容触れるかもしれないから言わない、今のところ言えないかもしれないですけど、まあ、14人メインがいるわけじゃないですか。そうですね。はい。だから他にもね、あのサブキャラもいっぱいいますけども、はい、それ14人は全部出てくる系ですか。第1話ではまだ出てこない。どうですかねっていう感じですね。それを濁す方向で、はい、まあね、キャラね、おのおののファン、ね、キャラにおそらくファンはいますからね、はい、どれが出てくるか、じゃあ自分がひいきにしてるキャラが出てくるかどうかもお楽しみにみたいな感じで。そうですね、そんなうまいこと言ってちょっとでも漫画売ろうと。いやいや、なるほど。そういうことではない。それがガンガン行こうぜですか。いやいやガンガン行こうぜのやり方ですか。そしてこちらが漫画の冒頭になりますが、はい、あ、これちょっと言っちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です。幼少期ですかこれ。そうですね、うんうんうん、ゲームの方ではこの辺は実際にはまだ出てなかったところなので、うんうんうん、漫画のオリジナル部分に、あ、じゃあなんつうか見えてないところを補填していく、保管していくみたいな。そうですね、のもこのコミカライズの方だとある、あるって感じになってます、うんうんうん、なるほど、はい、お、ここの数字は言っちゃって大丈夫なんですか。まあ大丈夫ではやめとくかあるんですが、なんかいろいろなんか ね、ちょっとずつあのゲームやってみると分かる伏線、そうです、ね、なのか伏線じゃないのか分からないけど、ほんとわずかなカラーページなんですけど、にもちょいちょいあります。そうですね。でまあここまで見てもらえれば大体こう誰が主役なのみたいなのも伝わるかなと、うんうん、もうそれは言っちゃおう、エースだな。そうですね、はい、今回のお話では一応エースを一応メインに据えて、でもそうそう、彼が何故にこのねカードを使うのかとか、うん、そういうのとかももしかしたら絵が描いたりとか、そうですね、するかもしれないです、うん、なるほどなるほど、はい、そうですよ、だって各々が各々お得意な武器があるわけじゃないですか、なぜその武器を選んだかとかいうのも、もしね拾える漫画の方で拾えてたら、そうですね、それで面白いなと思うし、ぜひぜひやっていただきたい。あとそれからですね、追加になっちゃうんですが、はい、こちら、下書きの方をちょっと、普段はこう表に出ないものなんですが、これなんかあのなんかなんとか店とかにたまに飾ってあるやつですね。そうですね、ちょっと持ってきました。これにペン入れ前ってやつですね。ペン入れ前ですね。すごい、超綺麗。全部でですねちょっと、まあ、数えると大変なんですが、はい、カラーも含めて今回51ページ、はいはい、おーすげえボリュームですね。ボリュームですね、最初から結構書いてもらってます、はい、今回、作画を担当されたのはですね、はいはい、塩澤貴俊さんという方で、時々ですね、ガンガンの方でファイナルファンタジーのイラストギャラリーなんかをやった時に、はいはいはい、クラウドのイラストとかを書いていたりした方です、ね、じゃあ F には強い人と思っていいんですね。そうですね、なるほど、はい、キャラクター原案も哲也さんで。そうですね、一応毎回この下書きとかもご確認いただいて。ああそうなんですか。で、まあ、アクションとかはかっこよくかけてるねというお言葉はいただいたりしてます、桃鉄さんから。はい、ほう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 、これはじゃあじゃちゃん作った人が言ってんだから、じゃちゃんとしてるんだ。そうですね言い方変だけどさらにもう一つ言うと、今回
ゲームとは違うオリジナルのストーリーを書いてもらってるんですが、はいはいはい、そこのシナリオを担当してくれたのがゲームの方でもメインのシナリオライターをされた、千葉弘樹さんという方に、はい、オリジナルでシナリオを作ってもらって、ゲームにある軸を膨らませていただいたわけですね。そうですね、はい、その中にある一部をちょっとこう新たに書き下ろしてもらって、漫画にしております。あでもメカとかもすごい細かく描いてあるな。そうなんですよね。人間とかだけじゃなくてあのロボット系も描ける方なんですね。すごいですね。そうですね、ギミックとかやっぱり、結構人によってはその得意得て増えてみたいなあったりもする。そうですね、まあ、うん、窓アーマーみたいなのがたくさん出てくるので、山を出てこなきゃ、レシキじゃねえから。そうですね、その辺は上手に描ける方をというお話は最初にもらったので、あなんかごめんね、今僕ザーって言うんだけど、こう繋がってきた今ゲームに繋がってきただいぶ繋がってきたゲームに。そうなんですよね、ゲームをやられてるとああなるほどっていうところが結構あるので、言えないけどねそうですね、まだ出てないから言えないけどね。そうなんですけれども、楽しんでもらえるといいなと思いますね。あでもすげえ読み応えだな。そうですね、結構もう魂を込めて書いております。でかいコマがねかっこいい。あしまった、読んじゃったなるほど、ね、キャラクターはねだいぶ出る。だいぶ出ますね。僕今ざーっと読みましたけども、はい、だいぶ出ます。だいぶ出ます、まあいいや、クイーンは出てますよちなみにあの、はい、安本さんはやられてるって話だったんですけど、はい、どのキャラを一番使ってるんですか？僕エースです。あ、一番使ってるのはエースです。あとちょっと使いづらいけれどもサイスが面白いですね。ああサイスはいいですね、あともうね回復覚えさせて一応クイーン連れてったりなんでクイーンの話だけちっちゃくなるの。なんでなんで。あとキングが使いやすいな思ってる。ああ銃ですよね、二丁拳銃の6丸つって、はい、あとなんだっけ、あの中村雄一くんです。あスナイパー、トレイですかね、はい、中村を連れてってます。あ中村を連れて結構中村活躍します。あの遠目からね、あの弓でピンピュン、あの近寄られる前に相手にいっぱいスナイプをしてもらって。なるほど、いや皆さん多分お気に入りのキャラがいると思うのでぜひ登場楽しみにしてください、はい、なるほど。そんなこれが連載始まる少年ガンガン12月号付録もあるそうで。そうですね、ファイナルファンタジー零式の、特別付録ということで、はい、あの漫画の方の、イラストと、ゲームの方の CG を、組み合わせて、あの表裏になっているクリアファイルを、あ表面漫画裏面ゲームみたいな。そうですね、はい、が付録でついてきます。その表面のやつは表紙の絵みたいなやつですか？いや、そこも書き下ろしおーすげーなってます。へ、裏面のゲームのやつは、裏面のゲームのやつはもしかしたらどこかで見たことがあるかもしれないですが、ちょっとデザインをし直して、あ今現状も頑張ってる感じ、うん、そうですね。なるほど、はい、どうなのか分かってくるか。じゃあまだ見てない、一応なんとか案みたいな、 A 案 B 案 C 案みたいなある？もうその辺は出てますね、はい。でどれが来るかがまだ言えない感じ？大体決まってはいるんですが、うん、ちょっと今ここに現物がないのでお見せできなくて残念なんですけど、とりあえず漫画の方はそのクリアファイル用に書き下ろし、書き下ろしました。ゲームは何かしらのかっけえが来ると。かっこいいのが来ますね、まあキャラクターがたくさん入ってるやつが、はい、なるほど、いいですね。まあ僕らはね、もう当然スクエアニックスのラジオですこれ、はい、でもまあスクエアニックスいろんなものがあるんですよ。ゲームもあったり漫画もあったりアニメもやってます、はい、スライムの人形持ってますそんな中で今日少年ガンガンねこれだけ言わさせていただいたわけですけど、はい、まあ、簡単に簡潔に言います。なんかくれプリーズすごい簡潔でしたね今。あのリスナーさんね、まあこれで零式気になっちゃうって方もいらっしゃるわけです、はい、そういう方がね喜んでいただくためにもなんかくれ。いやまあもちろんね、はい、準備してきてないわけがないので。ありがとうございます、やった、まあ、あの今回の、この扉のイラストが、印刷されました。漫画の扉絵が印刷された、漫画の扉絵が印刷されました、はい、あの特製の、図書カードの方をプレゼントさせていただければ。ありがとうございます。あざーす。何千枚何千枚とりあえず1枚図書カード1枚をプレゼント。1枚プレゼント、1枚をプレゼント。なるほど、わかりました。1枚をプレゼント、じゃあからの2枚で、で3枚でこれはなんかあのいろんなルールがあって3枚しか負けないマックス3枚ルールみたいなありますか？結構ね、いろんなとこに、ね、そうなんですよ、やったりしなきゃいけないですからね。ノベルティは、なんとか3枚でご勘弁いただければ。3枚は分取れますか？そうですね、3枚はもう確実に持ってきます。わかりました、はい
よし、多分ね、多分柏さんも柏さんの上にもきっと上司がいるわけで、多分上司からここはこう何枚、ここは何枚みたいな、きっとあるんだと思うんですよ。分取るというか、こっそり持ってきますよし、よし、ありがとうございます。まあね、FF でも分取るって技ねありますからね、分取っていただきましてはいということで、はい、じゃあ、図書カード、扉絵の図書カードをじゃあ3枚リスナーさんにプレゼントいたします。はい、これは後ほどじゃあその応募方法などは後で説明しますので、そちらの方をお楽しみに待っていてください。さあ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 、来月から FF の霊式の漫画コミカライズが始まる少年ガンガン、はい、なんと創刊20周年で、そうなんですよね。編集部どんな感じですか、盛り上がってるんですか、やっぱみんな全裸で盛り上がったりしてるんですか。あ、結構裸祭り嘘最高の会社ですね驚きの紳士祭りが行われているんですね。あ、男状態なんでね、気がつくとこうね、森と言ってる人が時々いたりいなかったりみたいな感じにはなってるんですけれども、素晴らしい全裸編集部、まあまあそれぐらいね、熱い作品を作ってるってことですよね。はい、そんな20周年のガンガン、リスナーにこれ言っときたいとかあったら何かありますか。まあまあ、ここまで20周年ということでずっとやってきて、はい、いろいろまあ皆さんにも支えていただいて、今回ちょうどこの FF 霊式がですね、20周年の企画の一番最後の玉になる感じになるんですよ。なるほどなるほど、そうか、12月だもんね。そうなんですよ、なるほど、そうですね。なんでまあその辺も踏まえて、はい、ちょっと、ぜひ読んでいただければなというのと、まあこれからね、さらに次のまた10年とかっていうところも、うん、支えていただきたいなと思っておりますので、これからもどんどんね、新しいものを皆さんに、見せていければなと思ってますんで、はい、ガンガン編集部一同頑張っていきますから、よろしくお願いします。なるほど、20周年の最後に濃縮、それ20年濃縮された FF 霊式のコミカライズもろもろ楽しんでくださいと、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。んだば、最後に情報をもう一回おさらいしてください。ファイナルファンタジー霊式のコミカライズ版が連載スタートする月刊少年ガンガン12月号は11月11日発売です。他に何かまだ言っとかなきゃ上司に乗されるってのがあったら言ってください。いや、まあ、体育会系の会社ですからねそうですね、男祭りなんでまあファイナルファンタジー霊式の方なんですが、はい、まあシナリオも、漫画だけのシナリオになってますし、うん、イラストとか、そういうものも全部、ゲームを作った皆さんにこう見てもらって鑑賞を受けて、うん、それでまあ面白いものを作っていこうと思ってます、うん、でまあぜひね、いろんなお気に入りのキャラクターがどう活躍するのかとか、これどういうお話が描かれるのかみたいなところをしっかり見てもらえればなと思っておりますので、面白いものを作っていきますから、ぜひ皆さん読んでください。はい、ありがとうございます。この時間のゲストは携帯は別に G-SHOCK 携帯じゃないです柏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スクエアエニックスチャンネル、安本博樹がお届けしているスクエアエニックスチャンネル、スクエニちゃん、レシキコミカライズの盛り上がりのままに続いてのコーナーはこちらでございます。ファイナルファンタジーレシキ、ここでしか聞けないキャラボイス、その3。はい、朝のね、現場でね、隣のスタジオにいたカジ君のお尻もいっぱい触れました、みんなで。なんか知んないけど、サルエルパンツでどこまでがお尻でどこまでがズボンの生地か分かんねえよっつって、みんななんかおじさんたちって、みんなおじさんとか姉さんとかみんないたんですけど、みんなでここじゃねえここじゃねえって、その境目をこうバンバンってこうチョップしながらやって遊んでましたそんなカジ君も出ているエフェブレーシキその主要キャラ14人のお宝ボイスを聞いていくコーナーです。まあ、これゲームで撮ったけれども、そのゲームでそのシーンがちょっとなんか容量の都合とかでカットになってみたりとか、パブ用に作った、ものとかが録音したものの使ってねえやつとか、そういうのがあります。そいつを聞いていこうじゃないかということで、今回がそれの最終回、残り5人分を一気に聞いていきたいと思います。さあ今日はどなただね。はい、イリノミユさん演じるエイトさん。えい、パンチ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 。はい、鈴村健一さん演じるジャック、剣が重たい。小清水亜美さん演じるクイーン、ノーコメント。神谷博史さん演じるマキナ、いい声。白石涼子さん演じるレムでお送りします。僕レム結構好きです。うん、かわいいっす。では続けて聞いてもらいましょう、どうぞ。もう名前も顔も覚えてないが、こいつもクラスゼロだったんだよな。知らないかな、魔法局のアレシア・アルラシアって言うんだけど。ええ、3000因果自らの行いの結果でしょうが。使命という鎖で選択の自由を奪われる代わりに、信じられないほどの力を持っている。
休暇をもらえるなんて珍しいよね。後でお土産買ってこよっと。僕にもお土産買ってきてください。それなるほど。でもなんかあれね、可愛いね、みんな声が若い。可愛い。俺みたいな魔王みたいな声じゃない。ラスボス級ですね。この間僕その先ほど冒頭でも言いましたけどね、あの小江さん小江徳馬のイベントに出た時に、はい、何もやってなくて普通に喋ってるだけなのに寺島拓磨くんという声優がいるんですが、寺島くんにねえねえ魔王って言って、普通なぜか魔王って急にその場であだ名をつけられてなんか悪いことしたかな、結構いいことしかしてないんだけどなと思ったことがあります。それは魔王はねもうクラスゼロ入れません。魔王頑張れ。まあこれはとりあえず今回で終わりだけど、 もうないんだ。もっと聞きてえな、いろいろ。 まだ絶対本当はあるんですよね。本当あるんですよね。なんかうなずいてる、うなずいてるぞ。なんかリアクションがあったらまたやるかもしれないし、やらないかもしれない。でもまあいろいろまだ FF 霊式やってきますんで、これからもよろしくお願いします。以上、ここでしか聞けないファイナルファンタジー霊式お宝ボイスでした。というわけでここからいきなりやんなくていいコーナーをやります。やりたいです。メインコーナーですよ。いやメインなの。もメインメイン。まだ仮コーナーなんだよ。仮なのにこれ2回目か。これ2回目です。もうメインコーナーですよ。私の案です。そうだね、うん、それは認めるが、はあ、私の能力あったんだな。認めるが、これはだって誰とこなんだよって感じするんだけどな。まあいいや、ちょっとコーナータイトルじゃ言ってくださいよ。はい、あなたの心にベホマズン癒しの言葉。これ絶対楽しみにしてる人いないよ、このコーナー。リスナーさん、これが楽しみで聞いてる方もいるかもしれないじゃないですか。なことだけはねえよ。そう、だっていっぱい来てますもん、メール。いやー、なんで来てるのかな。みんな楽しみなんだよ。こういうの今っぽいじゃん、これ。こういうのいきましょう。ナウっぽい、ナウっぽい。これ読んでください。じゃあ、はい、チャンネームなめこじるさんからです。ありがとうございます。お帰りなさいませ大魔王様。まあね、俺これ狙ったわけじゃねえんだけど、このメールあったんだよね今ね。かっこメイドさん風にお願いしますってちゃんと書いてあります。大魔王もメイドぐらい雇ってんだろうな。でも 俺ただの魔王だからまだメイド雇えねえんだ。もっと上がいます。大じゃなきゃダメなんだよね。はい、じゃあ安本さんもこれ読んじゃえばいいんじゃないですか。俺が読むのこれ。大魔王に雇われる。あ、まあ魔王だからな、大魔王上司だからな。じゃあ僕いきます。お帰りなさいませ大魔王様。なんだろうこのなんか脅されてません？大魔王大丈夫ですか？大魔王すごい敬ってます。はい、敬ってます。はい、じゃあこちらの2通目を安本様にお願いいたします。とりあえず読んでみましょう。じゃあチャンネームヒノキのまな板、いいやつ、いい顔するやつじゃん。いきます。俺の隣にいるのは Wii、プレイステーション3、Xbox、そしてお前。キャーって言えばいいですかね。どっちかしてお前を先に言ってあげよう。お前最後ですね。Wii、プレイステーション3、Xbox、まあね、俺あとプレイステーション、ポータブル2、3DS2 とかね。いろいろまだ足していきますけどね。どんどん。そうそう、バーチャルボーイとかもありますからね。だいぶ場所取るな。はい、じゃあ3通目いきます。チャンネーム犬の香りさん。芳香剤。いや、犬の香りってね、あの犬に大体がね、ちょっとスパイシーな匂いですね。あ、スパイシー。じゃあスパイシーな香りに包まれながら読もうかな。はい、お願いします。私のおっぱいは 3DS よりも飛び出るよ。うん、まあ飛び出てるわな。飛び出てますけれども、まあ西はただの DS だけど君は 3DS だからな。大丈夫、西ちゃんも飛び出てる。 3DS かっこ仮ぐらいな。あれ 3DS の右のあのレバーを中の出ない方にカチッと振ってあるやつでしょ。そんなことない、そんなことない。なんかあの 3DS の あのありがたみがない方にカチッとやっちゃってるやつでしょ。大丈夫、西ちゃんも最新バージョンです。どういうことだ。まあいいや、じゃあ次は。はい、はい、じゃあチャンネームさきさんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、セリフというわけじゃないんですが、ドラクエやファイナルファンタジーに甘い息って出てきますよね。はい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 、あれを安本さんにやってほしいです。なんだ、セリフにするとはーんって感じですかね。はい、その声で眠りにつきたいです、かっこ笑い。わかりました。甘い息、僕ねこれはね結構厄介なんですよ。まあ
ゲームね、もろもろスケニューゲームによくありますけれども、こいつをね、あのドラゴンクエストモンスターズでね、あのうまいことね、甘い息を使って寝かしてくるやつがね、対戦でよくいましたね。で、甘い息はあんまり好きじゃありません。あ、やんなきゃいけない、やろう。待ってる、サキさんが待ってる。じゃあ僕が思う甘い息、じゃあいきます。甘くない、いや実際問題はこうだって。俺は期待に応えない男だ。じゃあちょっと あなたやってみなさい。じゃああなたが甘い息吐いてみなさいよ。エロい息じゃんそれ。甘いとエロいは一緒なの。甘いよ。だってエロい息されたらそうで、まさに目が覚めるよ。 目が覚めるか、なんか違う力が湧いてくるよ。サキュバス的なね。あはんはんはん、力抜けるじゃない。でも多分サキュバスの吐く甘い息もだと思うよ。やだよやだよ。あくまで息だからね。まあそうですね、そうそうそう、息ですからね。言葉ではないんですよ。はい、こんなくだらないことですいませんね。いろんなコーナーありますけど、まだまだメール待ってます。はい、メールアドレスは se_chan@onsen.ag です。繰り返します。 se_chan@onsen.ag です。はい、ということでこのコーナーはおしまい。続いては、尺が長かったらカットするコーナーです。スクエアエニックスチャンネル。はい、続きましては、なぜかスタッフ受けがいいこのコーナーです。 3DS 西飛鳥の明日はどっちだ。どこが飛び出したか言ってごらんなさいよ。まあ全体的に。どういうことだ。全体的に飛び出してるってことはラプソーンみたいなもんだぞ。体型ラプソーンってことで。 3D のなんかスイッチがどうのこうの言ってたじゃないですか。うん、なんか 3DS って遊んだことある？あります。あれってさ、上のレバーでシュッて上げると、はい、なんか飛び出て見えるじゃん、はい、飛び出てっていうか、まあ奥行きがあるというか、まあ、3D 立体に見えるじゃん、はい、シュッて下げると平面になるじゃん、はい、お前はすでに下がってるよねって話をしてたの。でもいいんです、私ポジティブなんで、うんうん、あの下がってたら、うん、こう目が疲れたってなった時にいいじゃないですか、うんうん、癒されるじゃないですか。うん、うん、ちょっとだけ平面の私で楽しんだ後に、うんうん、またボリューム上げて有川、うん、ちゃんを楽しめばいい、うんうんうん、で以上です。ではこの野郎、コーナー行きましょう。この野郎ザキやがって。まあいいや、はい、うちの後輩新人声優西飛鳥が人として成長するために様々な苦難を乗り越えていくという生のロールプレイングゲームという設定です。はい、第一の関門であるファイナルファンタジーのファンファーレをトランペットで吹くを、まあクリアした、うん、そうだね、うん、クリアした西です。はい、はい、続いて挑むイベントは先週、ね、カジ君が、わざわざね、わざわざ本当にありがたかった、本当にどうでもいいこのコーナーのためにネタを振ってくれまして、しかも、はい、どっちに跳ねるかわからないネタを振ってくれまして。どう転がるんでしょうね。絵を描けばというアバウトなお題をくれました、はい、ということで何の絵を描いたんだい。絵は描いてきたのね。絵を描いてきました。はい、あのお題が何でしたっけ、あのゲームをしているプードルですよね。うん、そう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 、はい、まあ、思い出しました、うん、言った言った言った、はい、ビクター的なやつって描いてきました私、はいはい、なりのスケニちゃんキャラ、うん、いきます。見てください、ドーン、かわいい。これでもまだ第一形態なんです。ちょっと待って、1個質問があるんだ。はい、これなんだろうな、わざと下手に書いた方向、それともこれはお前のガチどっち、まあガチなんですけど、ね、まずプードルってどんな感じかよく分かんなくて想像で書いたんですよね。これで合ってるんだか間違ってるんだか、でも色は間違えてるよね。色はちょっとでも、はい、あの形状だったりそのいわゆるプードルカットを出したい表現したかったんだろうけれども、はい、まあそれは当たらずも遠からずって感じだな。やった。これでもですね、うん、あのなんていうんですか、ワンチャンスタイルなんで、そうだね、あの PSP が持てない。あ、これ PSP なの。 PSP です。生肉だと思った俺。なんで生肉。ちょっと待ってください、だってゲームしてるっていう設定でした。でそう、だから絶対守ってねえって今叱り飛ばそうと思ってたんだよ。違う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 、これは何、これは何、これも PSP です。
PSP です。地面に置いてる PSP です。お漏らししちゃってご主人様ごめんなさいって顔してるやつじゃないの。ちょっと見上げてますけど、でも違います。ご主人様が帰ってきてウレション出ちゃってすいませんっていう、うちの犬と同じ顔してるんだけど、だって色が病気じゃないですか。いやそれしか色がなかったのかなと思ったんだよ。違います。 PSP のカラーです、緑。これは何、この辺は、この辺は最初に書いた、まあ、下書きの下書き、あの下書きをさ、なんで見せたんだよ、はい、じゃあよ。こんだけ頑張ったんですっていうアピールです。ああそうですか。こういうなんかね、中途半端にね、だからできちゃうのはダメでね。ダメですかね。ね、まあ、まだあるんですよ、これ第1形態ですから。はいはいはい、じゃあ次どうぞ。はい、第2形態、ドーン、立っちゃった、人間みたい、どうですか。どうですか。まずね、うすら汚れてる。いやクレヨンで描いたから仕方ない。あのだクレヨンに描くときは上が白い紙が来るように、はい、見開きで描いちゃダメなんですよ。あそっか、はい、だからこここんな汚いんですか。え理由分かんなかったの。分かんなかった。時間が経てばこうなるもんだと思ってました。ちなみにそれは下のどれが、どれを見せたいんだ。上は何、まあ、上は何なの。いっぱい見てほしい、これ可愛いじゃないですか、はいはいはい、あのちょっとデフォルメしたんですよ。はい、はい、で、まあ、まあまあまあこいつかな、この色がついてる。だとしたらそれ一体書いてあればいいよね。周りの子たちはまた下書きってことだよね。あのアピールです、だから頑張ったアピール。だからさ、そうなんでさ、あの送りバントしようとするんだよ。バットしっかり振れって言ってんだろ。ちょっとでもあのコーナーが長引けばいい。進塁打なんていらねえんだよ。ホームランか三振してくんなきゃ困るんだよ。まだあるんです、まだ、はいはいはい、これ次がさ最終形態ですから。そうですか、もうほら見せ、分かってみせろ、うっせえ、そらじゃあ見てください。はい、はいはい、最終形態こちら、かわいい、スクエニちゃんのキャラクタースーちゃん、はい、説明してください。はい、この子はですね、プードルで、はい、まあ、あの気分的にオスですね。おー、はい、ちゃん、まあいいや、オスね、うん、はい、ちゃんとこうやって PSP も持っててますから、ね、うん、はい、別に PSP じゃなくてもいいんだぜ。あれでもなんかあのほら今 FF のレイ式ね、レイ式やってるのね、あのマルチプレイしてるところをかけっていう。お前そこまで言えるようになったか。はい、中途半端に勉強しやがって成長しました。くそ、色つく、いちいち色つく。そしてですね、こちらこのスーちゃん、はいはい、趣味は、うん、あのゲームと漫画です。はい、はい、で特技がトランペットです。私と一緒です。はい、だんだん目が死んできてる。前に続けて続けて。で、あの最近の口癖は、はい、乱入していいです。はい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 、はい、続けて続けて。で、あのこの子すごく耳がいいんですね、犬だけに。そうですね、はい、だからスクエニちゃんをよく聞いている、とてもいい子です。はい、でこちらですね、マルチプレイしてこいっていう風に言われたんで、はい、たくさん書いてきました。かわいいでしょ。これは何、ちょっと PSP 忘れて切れてる子。ここはこっち見てドヤって言ってる子です。ドヤ顔なの、切れてる顔にしか見えないんだけど。切れてないんです。眉毛はちょっとあのなんかしかめてるんですけど、ドヤって言ってるんです。ああれだからな、何ですか。意外にできちゃってっから困るんだよな。なんでさ、あのなんつうの、78点ぐらい取るの。え、これ私の中で100点満点なんですけど。だったら100点を取ってほしい、ね、取らないんだったらあの7点とか取ってほしいのね。78点くらいから一番困るんだよね。あのね、あの違うんだよ、割といいと思うんだよ。普通にいいと思っちゃったから困ってんだよ。どうしたらいいんだろう。どうですかこれ、どっか飾ってほしいです、どっかに。いや飾れにしたらちっちゃいでしょ。飾っ、あー確かに、だって額縁に入れるとかうんぬんしたらさ、それちっちゃいぜ。そうですね、じゃあもうちょっと大きくってことですか。大きい方が飾るんだったらこのガラスぐらいね。え、じゃあ大きく描いてきたら本当に飾ってくれるんですか。大きく描いてきたら、はい、大きく描いてきて、なおかつそれを見たいっていうメールが、西の絵を見たいっていうメールが、はい、100通来たら どっかに飾るよ。分かった、飾るよ。お願いします。多分ね、これ収録してるスタジオさんと力を借りることもできるし、スクエニさんにね力を借りることもできるし、はい、あの例えば1週間のうちあの40分だけ飾るとか。短い。初代のスクエニショップに40分釣りますとかでもいいから。とりあえずじゃあ、はい、大きく書くか。あ、はい、だってこのコーナーもぶっちゃけやることないから、いつ終わらせようか考えてるくらいだから。今やっと、いやいや、これからですよ。これから、これからが本番ですよ。だったら本当に大きく帰って
来て、はい、なおかつ二次元見たいですっていうメールが100通来てたら100通お願いします、お送りください、お願いします、もう大きく書きますんで100通来てたら、はい、飾るかもしれません。あ、てか100通来たらガチどっかに飾る。あ、それはそれはなんとかみんなで考えよう。あ、来なかったらダメ、来なかったらあの、おー大きくなったねっつって褒め言葉だけ、大きくなったねっつって終わり。お、お願いします、メール待ってるんで、お願いします。あと、分かりました。あとなんですけど、あのメンバーズサイトの方でですね、はい、今日描いてきた絵が見れるっていうなんでお前が独断でそれを言えちゃうのだってさっきダメですよそんなの、動画撮ったんですもん、さっきそれもだって俺来る前に、俺聞いてないし、安本さんが来る前にこっそり撮っておいたんですよそれはお前が勝手に撮ってるだけじゃねえかいやでもちゃんとあの、はい、なんて言うんですか、ムービーのあのあれあるじゃないですか、カメラとかちゃんと組み立ててくれましたもん、スタッフさんが。だからスタッフをさ、なんか味方につけて、そうずるい営業やめてくんね、シグマそういうとこだと思われちまう。いや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 、私はいや、あ、もうありがとうございます、いいんですかぐらいの勢いだったんですけど、もうどうしても撮りたいっていう、嘘です、嘘です、ごめんなさい、嘘です、もう本当ごめんなさい、嘘です。とにかくあのメンバーサイトに行けば見れる。違うな、え、見れない、見れない。メンバーサイトももう見れない、メールが約束来ないとひどい。いやね、我々のね、このタレント業というものはね、やはりニーズがなければ、魔王なければこの魔王、違う、ニーズがなければやっぱりね、あのパッケージしちゃいけないんですよ。もう魔王です、彼は、彼は魔王です彼は魔王です。なんだそのライトノベルみたいなタイトルは私の彼は魔王、私の目の前の彼は魔王だった。そういうライトノベルじゃ誰か書いてくださいえ、メンバー、え、ちょっとメンバーさんの動画ってこんなもんしかやることないの今週他にないのネタ、なんで救い主さんみんな下向いてんだよメンバーサイトやることないの他ないです。なんか救い主たちもでもなんかいいよいいよみたいなって言っちゃってるから、はい、ダメだって、今回だけお願いします。だってね、直浦さんのインタビューだったり歴史のプレイ動画とかを上げてるわけです、はい、我々一生懸命ね、うんうん、はい、そこになんで君の絵を上げるんだってわざわざメールで登録した人たちが見に来るところになんで君の絵をあげるんだって。いやもうあの本当に、はい、あのお茶受け程度に見ていただければあの登録した方は、ね、あ、そう、来てコーヒー飲みながらなんかやることねえなって、そうです、クリックする程度でいいの。そう、その程度で本当にいいんで、もうまずは見てほしいっていう。わかりました、じゃあそれを見て見たあげく、はい、じゃあ大きい絵が見たいと思った人が、はい、メールを100通来たらお願いします、買い飾りましょう。本当にお願いします。それがなんかうまいこといかなかったらこのコーナーおしまいということでね、おしまい、はい、続くということで、はい、やっていきますけれどもね、残念ですね、西との付き合いも短いもんでした。以上西のコーナーでした では、ここでスクウェアエニックスからのお知らせです。まずはゲーム情報から。この放送の配信日、今日11月10日、ドラゴンクエスト25周年アニバーサリー冒険の歴史書が発売になりました。はい、誕生25周年を迎えた国民的 RPG ドラゴンクエストシリーズ、その思い出と進化を凝縮した記念の書籍となっています。はい、そしてそして任天堂 3DS ソフトスライムモリモリドラゴンクエスト3大海賊と尻尾団も好評発売中です、ね、スライムがムニョンって伸びるよ。はい、そしてそしてそして誕生25周年記念ドラゴンクエスト展が六本木ヒルズの52階にて好評開催中です。六本木よ、六本木、すごい六本木、うん、はい、詳しい内容などに関しましてはドラゴンクエスト公式サイトドラクエパラダイスをご覧ください、うん、ちなみに現在秋の夜長を楽しもう平日夜割クーポンを配信しています。おいいね、ダウンロードして持ってけばいいみたいですね。なるほど、やっぱ普通にサイトにつなげばそれは手に入る。はい、でクリックしてプリントアウトでございます。はい、そしてアニメ情報です。はい、君と僕ワーキングギルティクラウンが大人気放送中です、うん、詳しい放送情報は各アニメ公式サイトをご確認ください。以上、つくえにちゃんからのお知らせちゃんでした。スクエアエニックスチャンネル、
はい、ね、アニメもやってますけれど、ギルディクラウン、どうやら漫画の方もすごい評判がいいようで、おなんかアンケートとかも超上位だったらしくて、さすが、今度火事に行ってまたお尻をみんなでチョップします。安本博樹がお送りしてきましたスクエアニックスチャンネル、第6回目の配信も、そろそろエンディングでございます。はい、今回の感想を読む前に一通僕メールを読みたいと思います。はい、チャンネーム黒猫さん、新コーナーに凝ったものが多くて面白いのですが、普通のお便りコーナーも欲しいですね。アシスタントの方々のカオスな世界に時々ついていけないです。パルプンテパルプンテホイミ、ね、直したなんつバーサクかかってる子しかいないんですよ ね、 ですね。本当俺がちょっとなんかね、ただ魔王なもんで回復魔法使えなくてすいません。魔王なもんで、魔王自分にベホマをたまにかけてみんながイラッとするぐらいですからね。すいませんすいません。さあさあ、あとね、こういうありがたいメールも来てます。チャンネームガオさん、初めて投稿します。私は今まであまりゲームをやらなかったのですが、スクエニちゃんを聞いて興味持ち FF ファイナルファンタジー零式を買ってしまいました。いいんですよ、買ってください、ありがとうございます。まだ勝手が分からずすぐ瀕死状態になる始末で悪戦苦闘中ですが、頑張ってやっていこうと思います。そう、ゲームはね、まず自分やってどんどんスキルが上がっていくことが、キャラクターだけじゃなくて自分の成長にもつながるから面白いんですよ。そういうところを楽しんでいってください。あと人とやるとより楽しくなるぜ、違いないっていうようなメールも来てますので、容赦なく感想のメールだったりとか普通歌の方もバシバシ送ってください。さあ、そのメールはどこに送ればいいんだい。はい、番組では皆さんのメールをお待ちしています。コーナーもたくさんありますね。普通歌も大丈夫です、うん、どんどん考えて送ってください。で、お送りいただくメールアドレスは se_chan@onsen.ag です。繰り返します。 se_chan@onsen.ag です。たくさんのメールや普通お便りお待ちしております。はい、そんでもって今回強奪いたしました月刊少年ガンガンからのプレゼント図書カード、こちらはあのメールフォームの方をご用意いたしますので、そのメールのフォーム、メールフォームの方に必要事項を書いて送ってください。でもってちょっとね、ちょろっと書くスペースがあるんで、番組の感想とかも書いてくれると嬉しいです。つうか番組の感想書いてない子には当てないことにします。おみんな忘れちゃダメだよ。そちらの方ね、3名様ですが、あのバン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 送ってください。でなんかみんなでその感想とかも読んでニヤニヤしたいと思います。ニヤニヤ、はい、お願いいたします。ということで今回はここまで。次回の配信は11月17日木曜日です。しかもあら、まあ次回はすごいゴイスです。ゴイスゴイス、はい、先ほど情報コーナーにも入っていましたが、現在開催中の誕生25周年記念ドラクエ展の会場で番組を丸ごと収録。うわ出張だ。出張ですね。急に随分のとこに行きますね、うん、六本木からですって。一本丸々ってことですか。うん、じゃねえの。へえ、わかんねえけど。でこれは、まあ、僕は行くよ多分。じゃあアダルティーな雰囲気で六本木でお送りする。いやいやいや、スクエニちゃん何を言ってるんだね。あのアシスタント誰が来るか決まってないんだよ。そうだ、うん、私行きたいです。いやちょっとありがたい、続いちゃったからな。私行きたいです。ドラクエといえば私じゃないですか。つっても池田ちゃんも危険入っちゃう。危険入っちゃう。ニチも行きたい。ニチとスタジオでちょっと絵描いといて。じゃあえ残って絵描いといて。残りや大きい絵描いといて。大きい絵をその日に描くんですか。スタジオそれまでに仕上がってたらじゃあ来ていいよ。 ありがとうございます。描けてなかったらあの絵描いといて。ということで六本木の方で収録してそちらをお送りいたしますので、そちらの方もお楽しみに待っていてください。そんなわけでここまでのお相手は、はい、アシスタントちゃん有川チリ、お手伝いちゃんの西飛鳥と、はい、魔王の安本博樹でした。それでは皆さん次回のスクエニちゃんまでさよならちゃん。この番組はスクエアニックスの提供でお送りしました。